はい、皆さんどうもこんにちは。ブラックキャッパーでございます。今日はですね、仕事終わりなんですけども、なんか綺麗な光ってますね。ちょっと一人で遊んでみましょうか。はい、なんやこれ、何俺は一人でやってんやっていうことですよ。今ね9時半ぐらいなんですけども、ちょっと幕張に来ておりましてですね、今からビジネスホテル泊まります。でね、今ここ海浜幕張駅なんですけど、まあアウトレットね、三井の幕張のアウトレットがあるんですけど、明日ね、ちょっとちょろっと中身も、覗いていこうと思ってるんですけども、今日はね、なんで、ビジネスホテルに泊まるかっていうと、これ多分分かってくれる方多分少ないと思うんですけど、なんか無性にビジネスホテルとかに泊まりたい時ってないですか？なんか僕ちょっとあって、なんか日頃のなんか普通の、なんて言ったらいいんでしょう、普段の生活に慣れすぎて、なんかちょっとこう違った環境でなんか普通に飯食いたいなみたいな。別に泊まったからって何するわけではないんですけど、なんか泊まって違うちょっとこう雰囲気味わいたいなみたいな、なんか急に思い立って今日千葉に来たんですけど、思いつきで来ただけでもう何も用意しないんですけど、せっかくね泊まるんやったら動画をね皆さんに、お届けできればなと思って今撮ってるんですけど、ホテルの中で商品紹介とか喋る動画っていうのも、ちょっと撮ろうと思って、同じ背景やったらね多分おもんないと思うんで、そういったね意味も込めてちょっと今日はねホテルに泊まろうと思ってるんですけども、海浜幕張といえばね、ZOZO マリンスタジアムだったり、幕張メッセね、幕張メッセだったりね、アウトレットとかいろいろあるわけなんですけども、今日は、ホテルどこ泊まるかっていうとね、国内で、最大級のビジネスホテルになるんですけども、東京ベイ幕張って言ってアパホテルですよ。アパホテルに泊まりに行こうと思います。ちょっともうねサングラス曇りすぎて前全然見えないんですけど、というのも今日ちょっとね僕サングラス忘れて100円ショップで買ったんですけど、ダメですね、100円ショップのやつもうすっごい曇ってもう何も見えへん。なんでね僕はそのわざわざ、幕張のアパホテルに泊まるかっていうと、昔僕ずっとっていうか今もずっと音楽やってるんですけども、昔学生の頃に、僕マーチングバンドやってたんですよ。でそのマーチングバンドで僕大阪出身で、全国大会出たんですけども、全国大会の会場が幕張メッセやったんですね。でその幕張メッセで演奏する、前乗りみたいな感じで、3日ぐらい前乗りして、来たんですけども、その時に泊まったホテルがアパホテルっていうことで、僕の中ですごいねちょっと思い入れ深いホテルということで、あそこにアパホテルにいつも行くと、ちょっとこう気分がリラックスするみたいな。で僕んち浴槽もあるんですけど、一人暮らしあるあるであんまりその浴槽で風呂入んないんですよ。なのでちょっと久しぶりにゆっくりちょっと露天風呂でも入ろうかなみたいな、そんな感じです。もうほんま何も決まってないんですけど、いやちょっとワクワクしますね。何の予定もないのに友達からお前何しに行くんって言われたんですけど、そんな感じですよ。しかも僕今日ねマスクがね白マスクっていうことで、お前ブラックキャップマンちゃうやんけと、お前ホワイトキャップマンやんけっていう突っ込みたくなるんですけど、はい、寒い、手が寒い、はい、寒い。今日はねちょっとホテル紹介ということで、ゆっくりと、レビューやっていきたいと思うんですけども、というか皆さんすいませんでした。動画のね頻度がだいぶちょっと遅れてきてて、それにはちゃんと理由があって、1月のねちょっと17日にすごい大きいライブがあったんですよ。で僕らそのスタジオミュージシャンって言って、アーティストをサポートする側の立場の人間なんですけど、だいたいライブの3日ぐらい前に譜面上がってくるんですよ。だその3日で譜面全部覚えて演奏しないといけないんで、もうそれにちょっと追われてて、ちょっと動画のね、更新することがアップすることが全然できなかったんですけども、それがねちょっとやっと落ち着いたんで、これから動画ちょっと頑張っていきますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。最近ZOZO の社長がね1億円ばらまいたっていうね話題がありましたけど、すごいですよね。それだけのね経済効果っていうか、それだけのね見返りがあるからそれをやるんでしょうけど、ずっと喋ってたら
着きました。こんな感じです。これは本物かな。本物やな。いやこれ本物っすわ。ちょっと暑いです。てかめっちゃ危ないっすよね。おお、すごい。久しぶりに来ました。ということでね、久しぶりにやってきました。実にね、宿泊するのはね2年ぶりぐらいなんですけども、僕が日本で一番好きなビジネスホテルです。多分なんですけど、日本で多分一番大きいビジネスホテルに多分なってると思うんですけど、確か50何階建てとかなんかそんなんやったと思います。で、僕が初めて泊まったのはもう10年以上前なんですけど、その当時はビルが一つしかなかったんですけど、まあ儲かってるか知らないんですけど、なんかねイーストフロアとかなんかね3つぐらい棟ができて、さらに大きいねあのビジネスホテルになってますね。皆さんもね、東京に旅行を送るときとか、結構海浜幕張駅から都内へのアクセスとかもいいし、で今日はね僕素泊まりで泊まるんですけど、6000円とかで泊まれるんで、比較的値段も安いんでね、おすすめしたいビジネスホテルになってますね。おお、こんな感じです。おお、暗くてよく見えないけど、よいしょ。早速ね中入っていきたいと思います。寒い。今日はね、なんと44階らしいです。行けます。エレベーターもすごいっすよね。見てください、これ。あ、50階か。50階が、一番上らしいですね。おっと。こっちか。44階。あれ ?44 階ない。あ、ちょっと待って。あ。あ、とりあえず25階までか。25階から、45階までは別のエレベーターに乗らないといけないみたいですね。すごい。とりあえず25階に行きました。いやーすごいな。ただいま25階でエレベーターを乗り換えております。今から44階まで行きます。エレベーター2階乗らないといけないんですよ。そんなエレベーターね、なかなかないですよね。そうそう、中学校の時にねワクワクしながら来たのが懐かしいです。44階着いた。うわすげえ、めっちゃ綺麗。はい、44階。俺多分44階は初めてかも。俺の部屋何番やん。これ何番やん俺。44階まで来ましたよ。今日は4422ですね。今日はね4422なんでこっちっすね。はい、こっち行きましょう。4422はあれ、こっちか。44、あ、こっちか。うわすげえ、うん、めっちゃアジア。よっしゃ、パーキーですね。着いた。はい、ということでですね、早速荷物置いたんで部屋紹介、したいと思います。今日泊まりに来たホテル、もう一度言います。千葉の幕張、海浜幕張駅の、徒歩15分ぐらいのところにですねあります、アパホテル東京ベイっていうところですね。こちらの本日44階に、僕ブラックキャップマン泊まってます。ということで早速部屋紹介したいと思います。玄関入るとこんな感じです。扉が、はい、こんな感じですね。扉はね、カードキーになってるんで1回開けたら、勝手に自動ロックになるタイプですね。扉はねこういった、カードキーを挿して入ります。扉はね隣開けるとこういう風に
洋服を入れるねところがありますね。タンスですね。ちょっとすいません、暗いっすよね。申し訳ないです。こんな感じになります。うん、まあアウター1枚入るぐらいですね。ちょっと小さめになってます。でずーっと入っていくと部屋がですねこんな感じです。はい、こんな感じ。ベッドがあってソファーがあって結構大きいですね。テレビとこういう風にね鏡があって、まあ、こんな感じにメモ帳やら電話やらいろいろあります。では早速なんで僕が今着てる服紹介していきましょうか。ニューエラの、ドジャースの950のキャップに T シャツがこれビーフィーの、ピンクですね。ピンクの XL 着てます。中がゴンズの、これは多分 M サイズですね。ロンティー着てます。で下がこれが、シプのパンツですね。トラックパンツになります。確か発売したのはいつやったかな、2年ぐらい前の多分 FW かなんかやったと思うんですけど、これはシュプリームの、トラックパンツになります。結構ね無地のタイプで気に入ってます。スニーカーが、バンズのエラーを履いてます。黒白っすね。もうこのスニーカーは前も言ったんですけど全然洗ってないです。あの汚くしてなんぼやっていうところで、あの遠慮せずね、ガシガシ履いてます。でまあ鏡があって、こちらですね、扉を開けるとはいこんな感じ。電気つけましょうか。はい、洗面台こんな感じですね。いろいろドライヤーとか、はいこんな感じ。トイレ、ユニットバスですね。こんな感じでお風呂あります。はい、まあね普通のビジネスホテルなんですけど、もう完全にこれは僕の思い入れで、まあその初めてのビジネスホテルが、まあ、中学校の時のマーチングバンドの全国大会の、幕張メッセでの、大会の、時だったっていうことで泊まってるだけなんですけど、なんかここに来ると本当にすっきりするんで、あの、まあ、今日もねちょっと気分転換にあのここ泊まろうと思ったんですけど、まあ、今日は44階っていうことで外のねちょっと絶景が見えるんでそれをお見せしたいと思います。壁とかもほんまにこんな感じでシンプルなタイプになってますね。すごい照明も綺麗ですね。でまあ、あこんな感じでソファーがあって開けるとよいしょ、はいこんな感じ。うわすげえ、わかりますかこれ、ほらすごい綺麗。暗いんですけどこのね、わかるかな？画面のちょうど真ん中あたりにね、これ真っ暗なんですけど、ZOZO マリンスタジアムが見えます。はい。でこんな感じですね。いやぁ、iPhone の画質なんであれですけど、こうやって、こんな感じで絶景を楽しめるホテルになってます。こんな感じ。すげえなぁ。何あんねやろ。イオンが見えますね。あれは多分、幕張新都心のイオンですね。まあ、こんな感じで絶景が見える、ホテルになってます。なんかこういうのをね真っ暗な部屋で見るとなんか心がこうすっきりするというか気分転換になりますよね。はい、ということでよいしょ。はい、とまあですね本日、まあ、僕のちょっと気まぐれでビジネスホテルに泊まりに来たっていう動画だったんですけど、いかがだったでしょうか。まあねほんまに何の用事もないんですけど、思い出のアパホテルに泊まりに来て、ちょっとねこうワクワクしてます。ほんまに明日もね、休みなんで何もやることないんですけども、まあ、せっかくなんで、ちょっと先ほどねお話しした通り、まあ、ちょっとねバタバタしてたんで、ちょっと気分転換に今日はホテルでゆっくりして大浴場にね使って、疲れを取りたいと思います。では、次回の動画からですね、まあ、3本ぐらいですね、ちょっとね背景をね変えて、せっかくなんで動画、撮りたいと思います。本日もご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録まだされてない方いらっしゃいましたらですね、こちらの方にチャンネル登録用のボタンございますのでこちらクリックお願いします。スマホでご覧の方はですね下の方にチャンネル登録用のボタンございますのでこちらクリックお願いします。
次回の動画でお会いしたいと思います。どうもありがとうございました。